第3回番組対抗最強決定戦すごいやってまいりました。優勝です。いや届きたね。早い早いよ。届きましたよ。優勝です。ありがとうございます。さんざっぱら新座を舐めてきましたがとうとう3年と輝ける日が今日まさかのなんじゃないかという、いやものすごく、うん、ねえまさかの展開で状況がいいっていうのは事前には聞いているんですけども、ただね、七飯チームも、はい、今日は本当に大切な日ということで、バカだな、負けるわけにはいかない日だからね。そうなんですよ。今5番組総当たりじゃないですか、はい、で勝ち点3枚数得点3枚数失点の、合計によって順位が決定し、はい、優勝チームに、50万円もうご存知だと思いますが、欲しい、人生変わりますよ、50万円は50万みたいなワイヤーです。ほら人生変わる50万じゃん。俺数億円分の50万だから10円なんだよ今日。あ全部くださいな50万円全部ください。ちなみに振り分けはどうなんですか。もし確かに優勝したらどうなってるんですか。そこは半々だよ。それは半々だよ。そこは現実的。あ、けど俺ずっと言ってたんですよ、うん、スタッフに、うん、牛尾さん多分くれると思うんだよね。なんなら今日のさ、あのまだお二人来てない時に言ってましたよ。そうそうそう、多分牛尾さん俺に50万くれると思う。欲しいの。いや欲しいです。欲しいです。それは欲しいです。別にいいけど。いいかい。もらいます。でもそんな明るい話がお二人がなぜできているかというところなんですけども、今ポイントの方が、はい、とゴールデンジャケットチームが今首位でございます。奇跡起きております。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなですね、すごいね。サマイスポイントは取れてないけど、はい、確実にプラスを、で勝利をっていう感じで、なんか朝もう分かると思うけど、うん、なんか朝の車の中からそわそわしてて、ね、本当に寝てないって言って寝れなかったです。ギンギンです。目がね、ギンギン決まってるもん。ギンギンです。気負いすぎよくありませんから。そう自然体でね。そうなんです。だから本当に、ゴールデンジャケットチームが勝ってしまうと、うん、もうほぼほぼ厨房はもう持って帰るわけじゃないですか。そうだからほぼほぼ確定みたいな感じになっちゃう。だからうちはもう負けれない。そうだから潰す。そう、はい、そう潰す。いやそうの中で潰すしかない、まあ、台取りましたが、そんなお二人が取ったのか。何を取ったの。じいさま。いやいや一個挟んで一個挟んでだって横にいるんだもん。笑うない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 ですか。それは言って言ってマリア、ね、だってそわそわしてるのまだ作戦何個もありましたもんね。プラン D です。だから花火設計は D D です。なんかプラン4つぐらい持ってきて、4つもあるプランのうちの4つ目です。4つ目いわゆる下が甘い台。うーん真面目じゃん。いやこれぶっちゃけ前回も絶景だったの。そうなんです。あそうなんですか、はい、2人して、はい、で今回も絶景じゃない、うん、見てる人はって思うと思うんだけど、すいません今回だけ許しちゃって。本気だから今回だけは。マジなんです。次からまた頑張るから今回だけ許しちゃってください。だからまあ向こうの作戦としては絶対に私たちの自滅待ちみたいなところがあると思うから、うん、攻めないといけないからね。まあ、もちろんもちろん、うん、でもうちは攻めないといけないし勝たないといけないし、だから横で出玉をがっつり作れば焦ってそうだね作戦変えてくるはずなんで。確かに。じゃあそれでいきますか。行きましょう。行きましょう。ということで本日はゴールデンジャケット VS 七飯、ぜひ皆さん最後まで見てください。それでは実践スタートです。限ってんな全部にアピールした。行きましょうか。オッケー行きましょうか。行きましょう。なんか朝あんだよね一応内部的にこの絶景チャレンジの可能性があって、うん、まあ、だからまあ一応リプベルでも早く引けばねやってるんですけど、まあ基本レア役っすね。行ってるかどうかは分かんないです。でこのステチェンの時も今ドンちゃん1人だったんですけど、2人以上だと、モードの下に
になってます。おで、葉月ちゃんがいると B 以上が確定。なんか前回言った時にちょっとあの後勉強したんだけど全部忘れたな。オッケー。はい、大丈夫。行きます。行くか。はい、よーし、行きます。久々だ、ジェイ様。私も久しぶり。とりあえず7班チームの作戦としては、はい、前半にチャンスの多いこの台で出玉作って、うん、後半パチンコを攻めるってことで。そうで、いい、オッケー。だからできればこの1発目でどっちかは出玉が作れるようにしたいね。どっちか外すはやめよう。そうだね、うん、それだけは。リプレイじゃなくてこのスタとか出るか。ゲームする本選手か。フラッシュしたんですよ、この出目で。え、フラッシュ。はい。なんで本選手かもしれない。外れ目、外れで。花火シリーズっていうのは初代から全部そうなんだけど、子役揃わずでフラッシュしたら全部当たりない。ですよね、うん、当たってる、当たってるパターンで。あれ足りるか。からのゲイ、オーケー。245ゲーム投資が7本で、一応ボードによってビッグが決まってる時もあるんですけれども、はあはあはあ、基本的にはその打ち上げチャレンジで、うん、書き換え抽選を行ってます。え、書き換え抽選を行っています。で、引いたら 50%。出来れではなかったです。おい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 。で、これはじゃあ決まってたってこと？いや、その辺が分かんないですよね。外れ目だったじゃん。けど、演出成功の時点でもう7狙えって出る時もある。あるね、7が出てる時あるね。もう分かんないですけど。まあいいじゃん。ありがとう。OK。これだったら、もしここにドンちゃん止まったら、ビッグ3発です。3発っていう、あのスーパーアルティメットドンちゃんボーナスみたいなやつです。っていうのがあります。ああ、なるほどね。まあ、だから感想ですよね。一撃感想です。1800枚。っていうのもあります。めっちゃ薄いですけど、確率としては。OK。今日も、炸裂させます。いいよ。3連を炸裂させます。いいよ。しっかりお金かけてね。はい。ああ、当たったわ。ああ、やった。隣のお父さんもいっぱいに当たった。やった。3連ドンちゃん。3連ドンちゃん。ビッグだれ、ビッグだれ。頼む。9000円。ビッグだったら、マジで、超でかいです。30%当たります。あるよな。どっちから行きます？私から行こうかな。決戦ある。そう、決戦あるから取っといた方がいいじゃん。逆に。じゃあマリアから行く。うん、ちょっとイカラスから行かせていただいていいですか？数あるからね。まあ数がね、まだね、あるある。20取れたら熱い。おい、大きいの来い。まあ1個取れたらいい、うん、そうね。まずカットインだ。いけ、2人で通したら熱いのね。早めにお願い。15分の1だっけ。あ
はダメ、ストレートは良くない。いやチラも頑張ってきたから大丈夫だって。だよね、うん、頑張ってきた、うん、頑張ってきた、頑張ってきた。ヤローさんも頑張ってきて、私たちも頑張ってる。確かに、マリアさん、うー、まあ、頑張ってきた、頑張ってきた、頑張ってきた、ちゃんと頑張っ、ちゃんとやることはやった。そう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 。あれ、あれ、まだまだまだあるあるある、15分の15分の0はちょっとないないない、0なんかないよマリア、0ないないない、くるくる、あ、ゲーム数増える、ゲーム数増える、大丈夫、増える、スイカか、でもまだあるってこと、うん、耐えてる耐えてる耐えてるね。あ、ほい、やばいやばいよこれ、あー、ごめん。でも年々コロリがあるよあるよ、一回も勝手に来てないから、うん、無念じゃん、もう無念、ごめん、お願いします。オッケーオッケー、入れればいいもんね、こっちを。はい。緑で中とか。三、三。いい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 、全然いい。一個取るわ、とりあえず。もう一個取ってほしい。オッケー、オッケー、お願いします。前回の悔しさがありますから、ここで決めますわ。バネに。よし。来た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 、どっちにする、よし、どっちにするよ、どっち、どっち、わからない、一応見ておくね、はず、逆バサミが 56.6%、 なるほどね、どうする、挟むじゃん、確率差にちょっと身を委ねる、確率通りに行ってみるか、行くか行くか、行くよ、はい、言おうとしてるよ、うわー、やってもった、いや、はい、でもまだ9件もある、okay、 すごい早めに出したの、すごい、もう一丁出せばいい、うわ、次迷うな、でも次来た時迷うな、そうね、よし、 よし、okay、 よし来た、どうする、うーん、マリアについて決めてもらうわ、今は、うん、そうだね、うん、決まるまで行きたい、決まるまで行きたい、挟みたいってことね、はい、決まるまで挟むって決めたら決まるまで挟む、 OK、 じゃあ挟んでいこう、こういうのは挟む、マジでお願い、よし、OK、 もうまだ6ゲームある、もう1個ください、もう1個ください欲張りさんだな、もう1個ください姉さん、じゃ頑張ってみるよ、うんうん、うまい、ちょっとどうする、決まってもうた、決まってもたね、決まってもたから、うん、どっち、マリアがさっきやったから、マリアでちょっと行ってみよう、いやマジ流れで、いや別に2個あるから、あ、そっか、うん、もう1回挟む、挟んじゃおう、これ、いやー強いよ、3つ、これはいけるよ、これいける、これさ、一発目で決めたらさ、最終決戦2つでさ、なんか昇格みたいなのあるじゃん、あ、そうそう、あるある、4つ、4つ、うん、いや、もう十分ですね、3つ、いや、マジで一発で決めたいね、一発で決めて、2400枚をそう、最高級のやつね、うん、最高級、私、2400、一回も取ったことないからな、3回チャンスはあります、大事にしたい、でも大事にしたいね、これどうする、一応確率は右の方が 53.3%、 左が 46.6%、 右だよ、あ、右右でも右だって分かる、私も右なんだよね、一発しかないのチャンス、3回、あ、2発あるのの一発ね、これ3発あるの、3すごい、じゃあもう成功するじゃん、じゃあ右でいい、ヤローさんが右って言ったから、俺はね、俺は右で行こう、行こうか、信用しよう、
え、ダイローさんとマリアの意見が一致したから右で大丈夫かな、不安だけど急にナイス、いい仕事した。やっぱヤルオさんダメだ、帰ってください、帰ってください、帰って、次は右だよ、ね、やだ、牛尾さんにも聞いてみて、牛尾さん、次は、次は右、ほら次は右、次、絶対に右、右左だ、右で、いい、右でいいの、やばい、これ外したらどうしよう、怖いな、右、ヤローさんと牛尾さんに乗っかる、当てちゃう、それでだって調子いい2人でしょこの番組で、分かった、右だよ、じゃあ右で行きます、右だ、じゃあ帰ってもらっていいですか、帰って、帰って待って、やばい、惑わされて3回、やばい、やばい、やばい、え、待って、ほんそんな、え、待って、私たちのあのハッピーな時間はね、お二人のあのゴールデンの、でも悲しいかな、ヤルオさんの言ってることすごくわかるから、でこれでさ逆に左行ったらさ、なんかうわーってまたなるもんね、メンタルやられるよね、これ乗っけるわ、もう一個乗っけて、マジでお願い、強チリで乗っけるわ、乗らないんだよな、そんな簡単に、待って、3つ外したらきつすぎるよね、いや無理、メンタル経験ない、経験ないよね、3つは、3つは今まで100発100中で成功させてる、レインボーになれ、怖いよ、怖い、いやーでも今ちょうど50%になったわ、だけどさ、あでも3回連続とかあるな、あんな、じゃ右で行くしかないよね、いや見つけで行こう、3度目の正直、いい、右で、いい、いいのかい、やめよ、マリアさんだけは強く心を持ってほしい、相方として、で一斉のでいいよ、私たちが OK、うん、せーので、右、よし、もうこれ2人の意見が一致した、ヤローさんとか関係ない、いくよ、さすがにね、さすがに3度目、優しかった、うんうん、余裕がある、余裕があるな、私たちが負けてるから、うん、ポイントね、よしよっしゃ、よかったマジで、はいはい、でも取れることがまず大事だから、うん、3つあってよかったということで、この後だよね問題は、この後です、いやよかったマジで、500はいや1000が欲しいね、せめて1000が欲しい、500 500?500、1000、2400みたいよ、2400がいいです、いやそうなるわな、まあネクストだ、ネクスト狙い、どれでいく、図柄、図柄でいく、うん、でももうキラキラだ、7一択で、7一択でいく、うん、もう時間もあれだしね、うん、7一択でこれでいきます、図柄縛り、青ならを願ってほしい、いくぜ青なら、はい、いけ、青七やで、青七やで、青七やで、バーはあかん、いや引いてる、青七でしょ、いいの、もうどこでもいい、恥ずかしい、恥ずかしい、もうどことかいい、煽らないで、煽らないで、全部500、どこでも500だから、まあ、プラスだから、プラスだよ、しよし、でも私も通常でいきます、もう一回、でもさ私たちの作戦はとりあえず前半トントンでもいいのよ、そうです、最悪ね、パチンコで一撃出せばいいから、そうなんです、ちょっと出玉を作るという、あのひどい負けを抑えるっていう、でも私たちがねその1回目でどっちか入れるっていうとことか、うん、成功してる、全て今いい感じが来てるの、悪くないよ、悪くない、悪くない、最悪の展開は2人とも当たらないことだから、そうで、マイナス抱えてパチンコに行くっていう状態が一番最悪だから、やっぱ全然作戦通りです、作戦通り来てるね今のところ、はい、問題は1ミリもございません、ラスト517枚でした、一旦はちょっとプラスですかね、うん、大事大事大事、うん、
おお、プレッシャーのかからない場面であれば。なるほど、うん、ああ惜しい。 OK。 あ、これはね、シサいいやつだな、ハズキちゃん。どうでしょう、いい？いい風吹いてるのは高設定したかな以上だったな。ちょっと待って、調べます、ハズキちゃんは高設定で出やすいか。高設定シサ、あ、まあまあ、まだ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 ちょっと示唆はあくまで示唆なんで、うん、でここからでございます。で1ゲーム目で多分有利区間セットされて、はい、レアヤックスね、うん、リップベルではもうよっぽどいかないんで、はい、レアヤック引いてでけチャレンジ。いや5ゲームレアヤックだもんな。なんかレバーでなんか起きなきゃダメよね。そうですね。お、あ、絶対レアヤックだ。本当？山です。怒って確率上がってる？上がってないです、変わってないです。いや当ててーな。ここでレアヤック聞いたらもう多分当たりになるんですよ。あ、控えてくれる。さあ、サップとかねえか。これがちょっと下世ねんだよな。それか。はい、前でしょう。どうする、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 どうする